やあ、せつなケースだよ。武器に願いを。1週間経って、2週間目、8日が始まりました。続きから、これか。今日はあれなんよな。そんなに武器が作れてないというか、安い武器は作れてないよな。属性付きとナイトソードはいくつかあるけど。やけんちょっと、今日はちょっと厳しいかもしれんのよな。どうなんだろうな。腰の入ったスイング、マイコやって、腰の入ったって、女の子、完全に女性っぽい名前の勇者が、腰の入ったスイングでって。すごいな。女性で腰の入ったスイングでって感じか。てか、この腰の入ったスイングをミスったら腰を痛めるんかな、もしかして。だから、たくさんの人が腰をと戦いながらもって。そういうことなんかな。よく分かってきた気がするな。サツキまで腰の入ったスイングでって、女性の方、腰の入ったスイング上手すぎだろ。すごいな。てか、ナイトソード勝ったの佐藤さんだった。騎士佐藤みたいな感じだったんかな。他になんかないかな。こんなもんかな。で、次。もう古速な遠距離手段のことはもういいや。残り HP9199。いつになったら魔王を倒せるのでしょうか。わかりません。まあナイトソードがここってことですね。属性付きバッグやけな、今回は。売れる気がなかなかしなさそう、しなさそう。やね、雷鳴剣置いといて、ここにさらっとロングソードと。これでいこうか。属性付きやに本も売っている日。さあ、で、この並びでどう傾くかっていうのがちょっと注目やな。厳しいかもしれんな。属性付きポンポン売れたらいいんやけど。ほら、属性付きに見向きもせずにロングソードを取りに行った。あ、でもサラマンドソードもいけるな。よしよし、いいですよ。あ、来た！もうナイトソード来たわ。もう引かんやろう。もう引かんやろうが勝っていった。ナイトソード消えました。あとは属性付きをバンバン売るのみよ。属性付きでお金を儲けていかないかん日なんよな、今日は。ロングソードは一本ずつ売っていく感じ。どう傾くんや。雷鳴剣が3つ並んだとこが初めて見たな、俺よ、見たら。雷鳴剣。一本だけ雷鳴剣じゃないやつを入れとこう。フリーズブレード。あ、ていうかもう、バッグが3つあるんやっけね。3種類全部置いとけばいいや。おっとっと。ちょっと待ってね。ロングソード置いてから行くわね。よいしょ。まだまだこれからや。1分しかたって、まだようやく1分でどこやけんな。いけるぞ。まだまだいけるぞ。あ、雷鳴剣なんか今日やったら売れやんやけど、雷鳴剣だけさ。属性好きのだけやつのだけど、でも雷鳴剣だけバンバン売れんやん。どういうこと？このお店の雷鳴剣は結構強いようできた。そんな感じなんかな。よくわからんですね。口コミで広まっとんか、この鍛冶屋ゴリゴリの噂。ほう。来ないな。あ、来た。雷鳴剣、また雷鳴剣や。雷鳴剣そんなにいいんか。属性好きの中でもう一番雷鳴剣が人気なんか。なんでやろ。なんでか知らんけど雷鳴剣ばっか持っていっけるよ。雷鳴、もういいや、雷鳴剣でいいや。雷鳴剣やいいや、もう。恋にロングソードにしとったろ。雷鳴剣2つ並んでもった。おう、ようやくフリーズブレード。で、ロングソード。やっぱロングソードも一緒に取っていくもんやな。サラマンドで行こう。間をくぐって、でもロングソードを買っていこうって人もおるもんな、中には。属性好きが見えんのか、お前は。ほら、ロングソード、またロングソードや。ロングソードや、また。あ、またロングソード買いくぐってきたやないか。なんだ、それ。終わった。あ、最後にあいつが、あ
今おかしい、マジ扉を突き抜けていったやった、売り上げ落ちんかったな。むしろ現状維持ってくらいじゃないかな。よかったよかった。ロングソードとかあんまなかったけど、あんまない打ちをたくさん打ってなんとかなった感じだったな。おっしゃー、黒字や。依頼状況。急にお腹が痛くなって走って帰ってきた徳川家康の呪いにかかっとんじゃないかお前。けどまだ腹痛だけだったらまだ良かった方だと思うんやけどな。精神乗ってられるとかあったような気がするけども、徳川家康って。受け取るは、何やな。あ、とりあえず、功罪だよね。もう、キロの反省生かしてさ、マックスまで勝ってしまいますよ。それぐらい功罪が必要なもんだと確信したね。あ、変わった変わった。苦情から話変わったで。この前、雑誌読んでたら、なりたい職業ランキングがありましてね。どうせ、1位は冒険者なんだろう。そうなんです。それも2位と圧倒的な差をつけて。2位はなんだ？武器屋でした。よっしゃー！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 鍛冶屋ゴリゴリもその2位の一つですよ。よかったな、武器屋。ああお前ちょっと、冷めとんな、お前。言わってくれや、俺が2位ぞ、お前。で、3位は、教会です。4位は、宿屋です。5位は、王様です。王様王様、役職って言うんか、それ。王様？まあ、いいや。6位は、道具屋です。6位か。あまり人気ないんだな。ちなみに私の職業である酒屋はランク外です。プップって笑ったそんな笑い方するか、おっさんが。今笑いませんでしたか？笑ってない笑ってない今回はコメディ要素あんだな。苦情の話からする話じゃなかったなやったー、レアアイテム。わーホグニ、フロームンド。なんでたびたび人の名前が出てくるんだろうな。なんて読むこれ。ハハリ？ユーシンって読むかな。すごいっす。ですね。ちょっと見てみようか、それだったら。依頼。違う違う。これ。ホグニ。デンマークの戦場にある。デンマークの戦場まで行かない彼女。二人の王が今も争い続けており、入手するには争いに身を投じなければならない。えげつねー戦いの中探さないかんとか。死ぬよ、下手すりゃ死ぬよそれ。フロームンド、デンマークの墓地にある。入手するには亡霊との戦いに覚悟しなければならない。入手するには戦いに身を投じなあかんもんばっかなんやな。これは何々寺に何か寺になって、矛を持った武士が守る。その武士は豪華で、酒、融合って読むか、わからんわからん。酒飲みで、望めば酒飲み勝負を行うことができるが、勝った者はいない。戦わないかんのやな。戦場に身を投じなあかんやつ、亡霊との戦いに身を投じなあかんやつ、酒飲みバトルに身を投じなあかんやつなんなん最後だけなんかすっごい浮いとんやけどおっさんおっさん、今日は何の話してくれるんや。シャルルの話まだ続くんおっさん結構シャルルの話引っ張ってくるなお前。シャルルは自分を作り上げた時のおじいさんの笑顔を思い出しました。とても優しい笑顔でした。そして人形は心を知るべきではないと悟りました。シャルルは人形に戻してほしいと強く天にの祈りました。するとシャルルの手足は動かなくなったのです。動けなくなったシャルルを子供たちは笑って喜びました。あ、そりゃ乱暴してくるやつがおらんようになったけんな。
チャルルも動けない自由を喜びました。そしておじいさんの家をいつまでもいつまでも守り続けました。おしまい。おじいさんいい話だったよ。おじいさんいい話だったよ。おじいさんいい話だったよ。明日も違う話してよなあ。次、まだ金の話にしよる。で、いらっしゃいませ。あ、いや分かってる。残念。ぴったり観光って何？ぴったり観光って何？あるレアアイテムありかを仲介ギルドに伝えました。何それ？勇気なんちゃらってあれや。勇気なんちゃらってあれや。武器のやつに使うやつや。勇気なんちゃらって依頼のやつ、勇気なんじゃらって。仮想骨血城城内。仮想骨血城。なんそれ。各階の剣豪が問答無用に切りかかる。最上階には、なんて読む、なんとかの四天王が座すって。つまりそういうやつと戦わな。戦って刀手に入らんやつなんじゃ。これ依頼確実に失敗するやつじゃないこれ。恐ろしいな。勇気なんちゃらって恐ろしい人やな。ま、頑張ってもらうよ。俺鬼畜やな。そんなん関係なしに依頼出しちゃったぜ。お前もだおるんか。俺ハルコンばっかやないか。いらんわな。というわけで出ていきますか。さて、今回はちゃんと鉱材買ってきたけんな。問題ないんよな。とりあえずこいつは40本か。鉱材の数考えとかないかんので、よう考えたら。鉱材99個あっても作りすぎてあーってなるけんな。25本で28本になります。これをロングソード、これを10本バスタードソードに変えると。属性付きは別にそもそも数があったけん、てか石買ってないけん。石緩和しとっただけやけどさ。それでもこんだけ属性付きのやつがあるんだったら別にこれ以上増やす必要はないような感じはするんよな。ウーズ鋼とかがもう忘れとったな。そうだそうだ、ウーズ鋼なかったらナイトソード作れんの忘れとった。踏んだり蹴ったりだ。やりも5本だけ買っとこ。買ったことか作っとこやな。オリハルコ、ルーンソードがないともう結局ダメで、ルーンソード使わんやつもなんか今頼んだやつと、もう一つ大神ソーとかいうえげつなさそうなんか、それがなかったらダメってことか。わかりました。ならばロングソードはあと2本増やしとくと。属性付きだけでしのがなあかんのか。ナイトソードが欲しかった。わそった。ウーツ鋼。依頼はこまめにやっとくべきだったな。というわけで今回はセーブしてっと。はい。今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。バイニュー。